弱いチームに猛練習は必要なのか改めて落ち合いノックを考える2013年から12シーズン連続でクライマックスシリーズ進出を逃しました我らが中日ドラゴンズ長く低迷しているとですね毎年必ずオフに今の中日は練習が足りん今こそ落ち合いノックが必要だ 黄金期を築き上げたのは猛練習のおかげだという声が聞こえてくるんですよね確かにあの落合ノックで井端荒木の荒はコンビが全国区になり森野がレギュラーをつかみ落合政権8年間実にオール A クラスリーグ優勝4回日本一1回すごいですよね私も目の前であのノックを見ていましたから何の疑いもなく100%弱いチームを強くするために猛練習は必要でで猛練習をする 必ずチームは強くなると思っていましたしかしですねつい最近なんですけど今の発言半分当たっているんだけど半分は当たっていないような気がしてきたんですよねどういうことかチームが強くなるかどうか強くするかどうかに関して首脳陣監督コーチが選手に猛練習を 勝すかどうかも大事だと思うんですがそれよりもその猛練習をどんな選手が受けるかこっちもかなり大事むしろこっちが大事なんじゃないかだから弱いチームに猛練習を勝すことはまあ必要なんだけれども全員に同じように猛練習させたところでじゃあ果たしてそれが必ずチームが強くなる方向へ行くかどうかっていうのがちょっと微妙 その時どんな選手がその猛練習に耐えたかノックを受けたかによるんじゃないかこれやっぱり井端荒木森野が受けたからあの落合ノックは美談となって伝説となっているんじゃないかという考えになっちゃったんです最近というのは9月8日です日曜日でした横浜で侍ジャパン監督の井端弘和さんの講演会のインタビュアーを私が務めてイベントが あったんですねちょうどそのイベントの最中トークショーの最中に落合ノックの話にもなりましたこれ落合ノックというのは年の秋の秋キャンプからなんですね要するに落合新体制になりましたで、えー、秋のキャンプを沖縄でやりますっていう2003年11月の話なんです。 その頃ろ、井端弘和っていう選手は、どんな選手だったのかって、これね、私もね、失礼ながら言われて、あそうだ、そうだ、そういう状況だったな。これ、ご記憶ない方も多いんじゃないかということで、改めて整理します。2003年11月、井端さんは、日本代表でした。 これ何が行われていたかというと翌年のアテネオリンピック出場をかけたアジア予選を戦っていたんです札幌ドームでした日本は中国チャイニーズ台北韓国と対戦し参戦全勝で見事オリンピック出場を決めたんですが井端さんはチャイニーズ台北戦と韓国戦でスタメンですすごいですよね侍ジャパンのスタメンですよ2番ショートって思うじゃないですか違うんですよこれスタメンなんと 2試合とも、7番、指名打者です。私も言われて、あ言われればそんな気も、え、指名打者でしたみたいなね。え、2003年。 伊畑さんにとって6年目28歳すでに中日では不動のショートでしたセカンドには荒木正宏さんがいましたこれ山田監督時代2002年2003年にこの洗い場というのはもう完全に形成されていたんですねで中日では井畑さんは2番ショートでいい仕事をしていました井畑さんこの2003年を含めて3年連続で規定打席に到達していました打率もですね2001年が2割6分2厘2002年2割9分2003年が2割6分7厘と、まあ、ショートとしては十分の成績 晴れてて日本代表になっていたとといいうことですいざトップチームに入って井端さんが最も感じたことやっぱり侍のユニフォームはいいなとかねオリンピック出場をかけた試合しびれるなじゃないんです日本代表のショート当時誰か西武に松井一夫というとんでもないショートがいましたこれまた同い年なんですね井端さんと右投げスイッチヒッター長打力もある 打率も稼げる。それこそトリプルスリーですから。で、守備もうまい、強肩。もうとんでもないショートがいたんです。で、セカンドは誰かというと、セカンド、セリーグで一番ショートのうまい、宮本晋也さん、わざわざセカンドに回してたんです。井端さんの当時の評価というのは、打撃はしぶとくていい選手。ただ、守備、ショート、いやいや、まあ、まあかな。 ぐらいだったんですもうこれが茨田さんはもうめちゃくちゃ悔しかったんですねセリーグで一番うまい宮本慎也さんをセカンドに回してまでショートは松井和夫でしたとにかく松井和夫と宮本さんを守備で抜かないことにはここからですジャパンのユニフォームを着てショートで出ることは一生ないと思いましたこの思いをしたことがアジア予選での一番の収穫です 実際僕は当時ドラゴンズでショートのレギュラーを取っていましたが3年間打つ方は自分自身成長を感じていましたが守備がうまくなったという実感はなかったですそれは名古屋では認められていましたし褒められましたでも上には上がいるこんなんじゃダメだよしオフは2003年の秋以降はとことん守備を鍛えようだから僕札幌ドームでアジア予選が終わって本当は名古屋に帰って ゆっくりして沖縄の秋季キャンプに行く予定だったんですがそのまま練習がしたくて飛行機を変えて札幌から沖縄に飛んだんですこれは初めて聞きましたそこに待ち受けていたのがあの落合ノックだったんですめちゃくちゃきつかったですよとでも自分はこの秋からオフ来年にかけて守備を鍛えるんだと自分自身誓っていたので あの落合ノックは自分から受けに行ったようななものなんです自分がうまく,くなるための練習ですからきついからやめようとかしんどいなとか思えませんでした思いませんでしたまあ落合監督にとっては僕いい餌食でしたねと今では笑ってましたがとにかく松井和夫と宮本さんを抜くんだとそれが侍で感じた一番の思いなんだとでも不思議なことにあの落合ノック守備だけじゃなく バッティングも良くなるんですよねと笑ってました落合監督は「落合ノック」について2011年の CBC テレビの優勝特番で自らこう言っています「最初洗い場の2人に可能性は特に感じていなかった」「コーチがこの2人しかいないと思います」って言うから「じゃあやってみようかな」ってなっただけで「やってみたら食いついてきた」 他の奴らはいやいややる。いやいややる奴に何も俺がノックをやる必要ないだろう。うまくなりたい奴だけにはいくらでも手を貸してやる。だからあの当時一緒に受けてた奴いるでしょ俺そいつらにノック打たなくなったでしょやりたくない奴になんで俺がしなきゃいけないんだよ。あの落合ノックを受けた井端さんは侍クラスだったんです。 今のドラゴンズに当時の井端さんみたいな選手が果たしているでしょうか ?3 年連続で規定打席に到達し日本代表に選ばれ、そこでは上には上がいると感じ、これじゃダメだと自ら猛練習を望んでやる選手が果たしているだろうか 荒木雅宏さん、ドラフト1位で熊本工業から入ったもうとにかく足が速いという最大の武器がありましたデビューしたのは1997年プロ2年目63試合に起用され12盗塁ただこの年チームは6位でしたそこから泣かず飛ばずが長いスイッチヒッターにしたりもうイアやったり点々ですやっと芽が出たのが6年目2001年111試合に出場しましたがこの年チームは5位荒木さんは私の名著 フェアかファールかの中でプロ野球を2回舐めたこととがあると明かしています僕はこの B クラスの97年と2001年弱いチームで出場機会を与えられただけなのに自分で掴んだと勘違いしてプロ野球を舐めました2002年以降も山田監督になり荒木さんは使われます洗い場コンビこの山田政権から形成されていたんですねただフフェアかファールかァルの中には 原木さん2002年2003年についても成績を見てください山田さんのおかげで試合に出させていただきましたが打率は2割そこそこ本当のレギュラーではなく出ているだけの普通のセカンドです。 2002年、確かに2割5分9厘。2003年、2割3分7厘。投類はいずれも16個。後に投類王になる選手からすると、物足りないですよね。出ているだけの普通のセカンド。ただ、ただここ抑えなければいけないのは、2年連続規定打席には到達しているわけです。そこに、落合ノックが来たんです。 荒木さんあれがなければ今の僕はありませんそれまで中日の特集はおよそ30分でしたが30分経っても終わりませんでした1時間を過ぎても終わらないすると汗が出なくなるし思考も停止します確かに技術も体力もアップしましたが一番大きかったのは甘えをそぎぎ落落ととしたたこでですす合いノックはみそそだったんですそれまでは抜擢されて首脳時に我慢して使ってもらっていただけそれでレギュラーと勘違いしてプロ野球を舐めたその甘えをそぎ落とした ただ荒木さんんは怪我ししませんでした無尽蔵の体力がありました落合元監督も落合政権8年間でこっちからもうやめておけともういいと言ったのはあいつだけそれぐらい食らいついてきたんですね今当時の荒木さんみたいな選手がいるだろうか何か一つ秀でたもの武器を持っていてとにかく怪我しません全く怪我しません 丈夫な体があって、首脳陣に我慢して使おうと思わせて、成績は確かに物足りないけれども、怪我をせず、2年連続で規定打席に到達する選手がいるだろうか。残念ながら、当時の荒木さんのような選手も、今の中日の内野手には見当たらないんですね。だから、 あらいば、2003年秋、あの地獄のノック猛練習を受けた、耐え抜いた、そこから伸びた、あの状況の井端荒木って、今中日の内野手に、残念ながらこれっていう該当者、いないんですね。あんまり選手のランクをつけるのは好きではありませんが、侍クラスを S としましょう。チームのレギュラーを A としましょう。一軍半を B としましょう。二軍を C としましょう。2003年秋の時点でもう井端は S だったんです。S から、 SS を目指そうとしていた時に自ら練習を、いわば申し出たようなものです。荒木。荒木は A でした。ただ、A と言いながらも、レギュラーと言いながらも、多球団比べると S までにいかない。日本代表にはならない。A でした。でも、A だからこそ耐えられたんじゃないか。森野さんはどうなのか。森野さん。森野さん、落合ノック。ちょっと、荒井場の二人よりも遅れて受けます。2005年の秋でした。 だか2003年の段階で森野さんはそれこそあまり、まあ、眼中にないって言ったら失礼だけどそこまで注目されたようなことはなかった。 たんですねで2005年の秋にあの落合のッを受けて失神したというねはい、まあ、今でいうところのこう脱水症状みたいな形になったんでしょうかねでこれ森野さん当時プロ9年目が終わった27歳の秋でしたこれ2005年118試合に出てるんです100試合以上出てるんですねで2004年までの3年間はどうかというと連続で80試合以上出てるんですね。で本人も本人の本の中で当時1軍には1年間いられる。 才能でなんとかなる。ああ、来年2006年はどんなシーズンになるのかなーぐらいで臨んだキャンプだったそうです。で、あのノックで一皮向けた。これだけやって来年も一緒じゃ嫌だ。絶対立浪さんからレギュラーを取るんだと思えた。もう引き返せないという思いになったのは初めて。これ、森野さんは全然 S クラスでもないし、A クラスでもない。もう A には立浪がいましたから。無理ですよ。まあ、いわば B クラス。1軍半のクラス。ただ、1軍半と言いながらも、二軍 落とすまでででははなないいい軍にいるけども、まあ、レギュラーではないもうこういう選手い,っぱいいいい選手っぱますよ、ね、でこれがねもう9年目ですからまあまあなキャリアは積んでるんですよで80試合は出られるで100試合も出られるこれね45年期待されつつ一皮向けない、まあ、いわば若手のカテゴリー一昔前の高橋周平選手がこんな感じですよもう期待されてるいいもの持ってるでもなあんかなあみたいなはい。 ここれ森野さんんは当時この B ダッシュぐらいだったんですじゃあ果たして今森野さんみたいな選手がいるかというとこれまたねその3年も4年も80試合以上あるいはその100試合以上っていうのもそうまあでも荒木井端に比べればまだ当時の森野っぽい選手は まだ探せば無理やりいるかなって感じですねただ森野さん高卒でも九年のキャリアがありましたしそれまでにプロスさん二十七本類でも打ってましたからまあまあいい選手って言ったら失礼ですけどもああ中日森野いるよねっていう感じにはなってたんですねまあ何が言いたいか猛練習確かに必要ですがすべての選手にあの猛練習をやらせたところで耐えられるか怪我をするリスクもあるしまさに落合監督が当時っていたように いやいや何の目的かもわからないいやいやただするだけに陥ってしまうかもしれない黄金期確かにもう本当に光り輝く時代だったんですがその前段階には必ず首脳陣の抜擢があった我慢があったそれに選手たちは応えていったそのクラスになって初めて猛練習の効果があると言っても過言ではないということですさあ今の中日はどうでしょうか もう選手を鍛えて勝つフェーズに行ってると選手お伝えしました。この言葉に私偽りはありませんし考えも変わっておりません。要するにチームを抜本的に変えるという段階は終わった。じゃあすぐ来年から黄金期到来だってなるかというと夜明け前前ぐらいに今あるということです。はい。だから来年も再来年も今やっとシノウが抜擢して我慢して使う。 ている選手たちがもう一伸びした上での猛練習が効果的なのではないかと思っています。